皆さんこんにちは、キャスターシティビーの小林です。皆さんようこそ、ほずみでございます。はい、ほずみ先生再登場ということでですね、ありがとうございます。こちらこそご無沙汰しております。約1年ぶりぐらいな。そんなになるんですよね。そうですね、ありがたいことに大変動画も伸びていただいて、もううちの伸び動画トップ5の中に3つぐらいはほずみ先生の動画ということで、はい、大変素晴らしい話をね、前回もさせていただいたんですけれども、まあ、今回もですね、まあ、コメント欄でたくさん実は質問をいただいておりまして、拝見しました。はい、そのね、ちょっと質問をピックアップして、まあ、伺っていきたいと思います。かしこまりました。はい、で、中身に入っていく前に、ほずみ先生のチャンネルですね、はい、概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひ皆さん登録お願いします。よろしくお願いします。はい、では参りましょう。はい、まず最初にですね、まあ、スケジュールに関して伺いたいんですけれども、スケジュールの中でも、まあ、1日のまあ、スケジュールの中で結構13時間とか、まあ、10時間以上普段も勉強されたということなんですが、はい、やっぱり平日ですね、授業をこう学校でも受けつつ10時間確保するなかなか難しいと思うんですけど、どうやってその時間を捻出されていたんでしょうか。うん、まずね、その1日13時間の捻出が難しいっていう前提をちょっと考えてみるべきかなと思うんですよね。はい、1日僕すごくよく好きな言葉があって、あなたも私も1日24時間っていうふうな言葉があるんですよ。みんな24時間で平等であって、で、何時間ぐらい1日寝ます？寝るのはまあ6時間とかですよね。僕も6時間ぐらいですよ。うん、そうすると24から6引くと18に残るじゃないですか。はい、で、ご飯一食食べるのにまあ1時間もかかんないじゃないですか。そうですね、30分とか30分、うん、1人でね、なんか軽く食べたら10分とか15分じゃないですか。うんうん、全然あると思います。3食食べたって1時間とかなんですよ。まあ17時間残ってるじゃないですか。はい、お風呂1時間も入ります？まあたまに冗談はあれですけど、まあでもお風呂トイレ入れてもそんなこんなで、うん、本当日常生活に必要な時間を取ってると全然時間ってあるんですよね。うん、なるほど。誰であってもマジで生命維持に必要な時間を除くと15時間ぐらいは普通に残っちゃうんですよ。うん、でもなんか勉強時間にどうしても数時間しか稼げないとかっていうことは、その失われた時間は何をしてるんだっていう、そうですね、話なんですよね。やっぱりこう悩みとしては学校の授業とか、うん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 、あとはまあ部活とか、うん、まあ、そういうことなのかなとは思うんですけど、でも絶対どこかにちょっとのんびりしている時間はあるんじゃないかなとは思いますよね。そうですよね。はい、で確かそのコメント欄、以前撮った動画のコメント欄でも、はい、学校がある日にはさすがに13時間厳しいんじゃないかっていう意見があって、はい、それは確かにごもっともだと思います。まあちょっと違い方権っていうかルール違反的な話ですけど、はい、ですね、はい、授業中の内職をね、しちゃえば、はい、結構学校がある日も時間を捻出できますが、そうですね、まあ、それ後ろめたさとかもありますし、全員に推奨できるものじゃないので、あくまで13時間取れるっていうのはまあ休日っていうふうな位置づけで考えてもらっていくなっていうふうに思ってます。実際こう内職とかされてましたか？結構してましたね。そうですよね、僕も実際かなりやってましたし、うん、まあ内職がいいというわけじゃないですけども、やっぱり時間とりあえず稼ごうとなるとやっぱそういう手段もまああるのかなとは思いますけれども、うん、逆にそのまあずっと勉強していく中でもちょっとは休憩とかされますよね。はい、もちろん。例えばどれぐらいの時間にどれぐらい休憩したりとか、休憩時間に何やってたかとか。1回の勉強時間で1時間を下回るとやっぱちょっとコスパ悪いかなというふうに思いますね。うん、なるほどですね。なるほど。1回やっぱり集中して90分から120分ぐらいを1つのサイクルとしてやって、で疲れてきた時にそれこそさっき言った生命維持に必要な諸々のものをやっていくというのがよくて、2時間やって軽くご飯食べると、はい、2時間やってシャワー浴びるみたいな感じ。なるほど。で繰り返していくのがいいかな。じゃあ休憩っていうのはその生命維持活動に当てて休憩みたいな。本当受験直前のストイック時期ですよ。あ、まあまあそうです。高校1年生からそんな生活したら死んでしまいますから。それはそうですね。それは厳しいんですけど、はい、まあ少しそれを応用して考えてもらって、果たして今自分が過ごしている時間っていうのはもしかしたら勉強に使えたんじゃないかなっていうふうに発想を改めていくっていうふうなことは大事かなって思ってます。まあ最近どうしてもやっぱりこうスマホの普及とかでちょっとね、まあ僕もやってるんであれですけど、ツイッター見ちゃいたいとか、で YouTube 見たいとか、まあ見ていただけるのはありがたいんですけど、なかなかそういう部分もあったりとかもする中で、まあ、ほずみ先生が実際に、まあ、現役の受験生だった時には、その各科目にどれぐらいの時間を割くとかって決めてましたか？
ほぼ均等に冴えていましたね。おお、なるほど。特に東大の受験って、はい、国語も出ましたし、まあ、全科目オールラウンドに取る人が勝つっていうような試験だったので、何々に何時間というよりはなんか毎日一定量、はい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 、例えば数学だったら、何問とかに決めてやっていました、はい、あ、確かに今結構僕もインタビューしていると、うん、なんか何時間ずつというよりは確かに何問とか、まあ、もう参考書とか進めるなら何ページとか何章とかっていうふうにやってる方多かったなというふうに思うんですが、なんかそれ時間通りにうまくいかなかった科目とかってあります？あんまりないですか？多分、またこの今日後半でね、数学の話をすると思うんですけど、はい、考えて解くとかってことをしてると多分膨大な時間が経過していくんですよ。数学の問題初めて見て全然わからないから30分とか1時間考え込もうとかっていうと、どんどんスケジュールが、押してしまうってことがあると思うんですけど、結構暗記メインの勉強にしていけば1問あたりの処理時間っていうのが少なくて済みますから、僕の場合そんなに押してしまってどうしようもないっていうのはなかったかな。なるほどですね。ありがとうございます。まあ人によって多少違う部分あるんですけど、まあ先ほどいただいた今度後半戦で数学の話を特に聞いてみたいと思っていて、はい、まあ、前回の動画からですね、大学への数学を暗記してましたというお話をいただいてですね、みたいな結構コメントとか、まあ、うちのこうインターンの中でもですね、声が上がったんですけれども、はい、まあ、そもそもやっぱり最初のタイミングですね、こう勉強を始める時から全部暗記してるってわけじゃないと思うんですけど、そうですね、最初もそれこそ中学校3年生とか、高校1年生の時にはやっぱり学校の授業を受けてとか、あとは学校の応用問題集の数件出版のこういうなんか、はい、ありますね、本とか、はい、ああいうのでやっていましたけど、まあ、高校2年生ぐらいからは大学への数学1本でしたね。そのシリーズで全部統一してました。逆に言うと前範囲、まあ、数学3、まあ、当時 3C だと思うんですけど、はい、今で3なんですが、それが終わったのは高1ぐらい、高1でしたね。早いですね。いやでも本当に全範囲を早く終えないと解けないじゃないですか。いや、大学入試の過去問とかが。で特にあの大学への数学とかって別解が豊富ですげえ鮮やかな解き方とかあるんですけど、履修してない範囲の知識を使った解き方って全範囲を終えてないと全く分かんないんで、そうですね、僕の意見では数学はなるべく早く全範囲を終えた方がいいかなっていう。そうですね、本当にうちの動画でももう先取りが命みたいなことが、ね、はい、言っているんで、はい、まあ、ぜひ皆さんも実践していただければと思います、うん、じゃあちょっとより具体的な大学への数学の話なんですけれども、はい、まあ、1対1とか月刊誌とかあと私品数学演習とか、はい、まあ、当時のバージョンですけれども、はい、そういうのが使われたとして、まあ、いつどのタイミングで、まあ、どれを使っていたかなんか教えていただけますか、うん、僕の場合は1対1は使わなかったですね、なので、多分その高校の授業を受けてその数件出版の応用問題集とか解いてたフェーズが1対1に該当するのかなっていうふうに、多分スタンダード演習とかそういうのだと思うんですね、そうですね、はい、皆さんも持ってる方多いと思うんですけど、はい、なので基本的に、高校の図書館に大学への数学月刊誌購読してくれてたんですね。さすがそれを高1から毎月、やっていて、当然最初の高1の時なんかは前半終わってませんし全然わかんないからちょこちょこ読むとか、これよくわかんないけど本当はすごいことなんだろうなって思って読むぐらいだったんですけど、前半終わってからはだんだん高2から、毎月できるようになってきて、なるほど、学校ってやつにも応募できるようになってきて、結構師匠とか取られました。いや全然ですね。全然でした。やっと名前が乗るとかそんなぐらいで、全然ダメでした。なんかうちのインターン入賞したことがある人間、はい、まあまあその辺の話はあれなんですけれども、はい、まあ、そんな中でやっぱ暗記をしていくっていうところがやっぱり一番視聴者さんにとってちょっと分かりづらい部分だと思うんですけど、実際どういうふうに暗記をしていくか、まあ、もしあれでしたら例えば英語の暗記とか、はい、なんかこう社会の暗記とかちょっと比べながらお話しいただけると多分分かりやすいのかなと。基本的な考え方としては目の前にある知識を言えるようにするっていうことなんで、暗記っていうのは、暗いところつまり何も見えずに示せるっていうのが暗記っていうその語義じゃないですか、はい、なので英語の暗記だろうが数学の暗記だろうが同じっていうふうな位置づけでいいんですけど、単語の暗記ってこの単語はこの意味がある、まあ、いくつか意味持ってることもありますけど基本的には1対1じゃないですか、うん、数学の暗記ってこの問題を解くためのツールがいくつかあってそれをだんだんこう組み合わせてやっていく、今回はこれはいらなくてこれは足すみたいな感じで、ちっちゃな暗記を組み、立てていくっていう風なスキルがいるっていう点でちょっと違うかなと思うんですけど、はい、なんか個別の、まあ、公式とか、うん、まあ、なんかこう解放のテクニックとかを組み合わせながらこうストーリーを作っていくっていう感じですよね、はい、だから単純にその公式を覚えてればいいとか丸々なんか暗証できるたら暗証できればいいとかではなく、こうなんかなんていうんですか
かね、こうストーリーの要というか、こうポイントポイントをこう押さえていくみたいな。ただこれ大事なんですけど、はい、多分最初は暗唱から入った方がいいと思うんですよね、数学でも、はい、そのストーリーを暗唱していって、はい、多分具体的にはもう最近数学は教えてないので忘れましたけど、はいはい、100問とか200問とかかな多分ね、一定量をストーリーを暗唱できるようになるとやっと自分で組めるようになるっていうのがあるんですよね。 いいですね。でもそれ、まあ、確かにそうですね、こう量から質に転換するというか、うん、そうです。それは確かに言えるかもしれないし、例えば、まあ、進学校の、まあ、生徒とかがですね、数学が得意な理由って、中学受験とかで膨大なこう謎の、こうなんかただのシステムなんか処理みたいな、うん、この数字が出たらわーって計算してこうみたいな、うん、そういうのを膨大に持ってるから、結構すんなりと高校数学にも入れるとかってあったりするので、なるほど、もしかしたらそういう部分は大いにあるかもしれないですね。はい、そうなので、もしちょっと今自分の数学の勉強が、ちょっと違うから少し暗記ベースに変えてみようかなってお考えの方は、ちょっと最初辛くて無味乾燥かもしれませんけど、うん、最初は膨大な文字の羅列に思えるようなことをちょっと暗唱することから始めてもいいのかなと思います。そうですね、まあ、ただ一定量こなさないと質に転換しないので、例えば5ページ暗記したからなんで成績上がらないのって言われても、それは絶対違うよってことですよね。暗記型の数学の勉強がつまずく人っていうのはすぐに結果が出ないから諦めちゃうっていう人がもうほとんどです。もう長期間、中長期的に数ヶ月間やり続ければ絶対成績伸びるんで、ぜひ皆さんやってみてください、まあ、まずでも範囲を終わらせてくださいね皆さんね、そうですね、はい、まあ、そこがないと始まりませんからね。はい、ありがとうございます。というわけでですね、本日は穂積先生に、まあ、昔の勉強方法やスケジュールに関してお話を伺いました。まあ、これからもですね、いろんな勉強方法で紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。